はい、どうもパルです。今回はですね、久しぶりにリアルの方でガチャを引いてまいりました。今回引いてきたガチャがこちら、ラブライブサンシャインスイング 1?1? まあ、とりあえずラブライブサンシャインのガチャを引いてまいりました。それですね、もう引いた瞬間にこの今目の前に見えてるこの袋に入れてきたんで、もう中身はね、完全にわかんない状態になってます。もう、ね、もうカプセルのお金でもうすごい透けてたんですよね。もうあ、これ中身見える、危ないと思って、もうすぐにこの袋の中に入れてまいりました。なので今回は僕自身目をつぶって、もう完全にわかんない状態にしてカプセル開けていきたいと思います。それとご視聴していただいている方にも、まあね、わからないように一部モザイクを入れさせていただきます。というわけで早速開けていきましょう。うん、まあとりあえず1個取り出してみましょう。もうこっから、もうこっから完全に僕目つぶるんで、うん、はい、これですね。はい、どう開ければいいんだ。もう完全にもう僕分かってない状態なんで、ってかどっから開ければいいんだ。そこ、あ、ここだ、ここですね。はい、こっからってすごい硬いな、ベチンって言ってよ今。開けて、硬くない？はい、開きましたね。開けて、もうこれもう見える状態なのかな。どっちの方向だ。方向も分かっていない。うん、いきます。3、2、1。はい、おお、かなんちゃん、はい、かなんちゃん当たりました。かわいいですね。とりあえず袋から取り出してみましょうか。はい、こんな感じですね。今現在アニメの方ではちょっと出番が少なくて、ちょっと残念なかなんちゃんですね。もうもっとね、やっぱり増やしてほしいですよね。うん、はい、では次行ってみましょう。2つ目、よし。もう開けるところがわからない。あ、ここだ、ここだ。結構このカプセル硬いんですよね。なんか開けやすいようになってるというか、開けやすいようになってないですよね。完全に硬いですもんね。はい、この子ですね。さあ誰でしょう。3、2、1。はい、おー、リコちゃん、はい、リコちゃんですね。うん、だからとりあえず袋から取り出そう。はい、リコちゃん当たりました。いいですね。まあまだ2つ目ですけど、かぶりはしなかったですね。僕がね、なんかこうリアルの方でガチャ引くと結構高確率でね、ダブったりするんで、まあ今のところ全然いいし、よしですね。はい、リコちゃん当たりました。はい、では3つ目いってみましょう。これだ、これに決めた、君に決めた。うーん、よいしょ。はい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 、はい、いきますよ。3、2、1。はい、おー、逆さま。はい、ようちゃんですね。第7のコスプレのようちゃん、めちゃくちゃ可愛かったですよね。全速全身ようそろー。ていうか今のところすごくないですか。かぶりなし。うん、かなんちゃんとリコちゃんとようちゃん3人が当たったっていうね。うん、あとね、チカチーとダイヤちゃんが揃えば全種コンプですね。いや、これ見えてきたんじゃない、全種コンプ。次、どうしよう、こっちで行こう。さあ行きますよ。はい、それでここだ、よいしょ。毎回開けづらいんだよな。はっ、すごい音する。はい、では行きますよ。うん、あ、こっちが上か。はい、行きます。3、2、1。はい、おダイヤちゃん、すごくないですか。はい、ダイヤちゃん当たりました。え、ってかすごくないですか、本当に。え、本当にすごくないですか。今のところかぶりなし。あと1個、あ、僕、あ、先に言うの忘れてたかな。僕5個買ってきたんですよ今日。うん、それでそのあと1個、これもしかしてチカチ来たんじゃないですかこれ。いや、すごい。まさかのここまでダブりなしということでね、もうこれね、期待しちゃってもいいかな。はい、では最後見ていきましょう。いや、本当に、え、これすごいな。これもしかしたら本気でありえるかもしれませんよね、これ。え、すごい楽しみ。うん、早く開けたい、早く開けたい。よいしょ、はい、はい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 、この子ですね。はい、では行きますよ。3、2、1。はいはいはい、ようちゃんだったか、可愛いから許す、よせ。はい、今回のガチャで当たったのがこんな感じですね。っていうか惜しかった、本当に。あとね、このようちゃんがチカチンに変わってればもう完全コンプリートだったのに。すごくないですか、この運は。この運は僕すごいと思うんですよね。うん、それでですね、僕の後にですね、友達が1回だけ引いたんですよ。その時にチカチ当たったんですよね。うん、でその友達っていうのがようちゃん推しなんですよ。うん、交換してもらおう。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではさよなら。